行動館長の上村です。この度行動館 YouTube 公式チャンネルを開設いたしました。今後柔道のさまざまな動画を配信してまいります。どうかお楽しみください。開設しました本日4月5日は故加納幸光名誉館長の誕生日です。最初の動画は国際柔道連盟が作りました加納名誉館長のドキュメンタリーです。で僕のグランドファーザーは加納治五郎です。子供の頃はみんな誰それのように偉い人になりたいとよく子供は言うでしょう。そういうことを僕は祖父の前で言ったら、誰それのように偉くなるというんじゃなくて、お前はお前だというようなことを言われて、一番最初だって少年部に入ったんだよね、高等科の。ああ緊張しましたね。カノシャンは単なるその理屈だけというようなあれじゃなくて、本当に相手が納得するような、教育者ということは自分が教育したことを相手が身につけて、そして世の中に実践してもらうということですか、いうことがカノシャンの教育者としての立派なところがあると思います。柔道をやるということは人間として立派な人格を養成できると、それを基本として人生を生きるということ、世間のために貢献するということと不可欠な関係にあることです。加納師範はもちろんその柔道というものを世界に広めようと、これは人類のためにもなる。柔道の持っている本質が非常に立派なものであったから、それで世界に通用してこういうことになったということです。今では大事なオリンピックの競技にもなっています。日本でオリンピックが開かれるということは日本人にとっては嬉しいことであるということは確かですよね。海外から来られるでしょ、皆さんと、まあ、柔道を中心に話し合うじゃん。我々は柔道フレンズなんだ。お互いに柔道に関してフランクリに話し合うということを大いに持つべきでしょう。遠慮することなりは。